何か触れておかなければいけない気がするので、今日はスコビランについてお話しましょう。何かって何ですか？そうですよ。語るまでもなく、炎タイプの優秀なポケモンです。くさ、炎タイプな。というふうに私が噛みつけば討論にもなり得ますが、別に私は草タイプにこだわりがあるわけではないので、結構どうでもいいです。つまらないですね。草カスが炎神に勝てるはずもないからな。逃げる選択は賢いぞ。どうでもいいと言いましたが、こいつうざいから言い伏せます。かかってこいよ。一応先生が大枠の話をしていきますけど、スコビランは SV で登場した草炎タイプのポケモンです。まずお前は草タイプの複合である事実を受け入れろよ。バグでしょう。SV バグ多いし、だとしたら致命的すぎるだろ。ボルケニオンの時は水タイプであることも認識していたので、思想が過激化しています。そもそも進化前のカプサイジが草タイプだろうが、そのカプサイジに炎の石を使うことでスコビランに進化します。カプガイジが炎タイプじゃないのがバグなんだ。大事はおめえでよ。低俗な暴言はいけませんよ。低俗じゃなきゃいいんか。でもあいつフィールドだと小さいし、保護色だし、こっちに突っ込んでくるし、で燃えるゴミの草タイプであることを抜きにしても悪口言いたくなりますよ。とことこ歩いてて可愛いだろう。カプサイジはスコビランは頭でっかちでダサい。無駄に2つあるし。お得意のデザインですか？デザインは好みの問題だとしても、スコビランには先生もいい思い出がありません。先生は立場的に対等であってくださいよ。ただの感想なんで、別に片方の肩を持つというわけではないです。カプサイジは発売前の事前情報がなく、序盤で出会えるので初見プレイ時先生は手持ちに入れていました。名前的に辛さという連想から炎タイプになるのかもしれないという予想を抱きながら育てていたんですが、当然レベルを上げるだけでは進化しません。まあなかなか炎の石を使うという発想にはならないですよね。で、薄々レベル進化じゃない気がしてきた頃に、ペパー君がスコビランを使い上がりまして、明らかにカプサイジの進化系の見た目をしていますから、楽しみを一つ奪われました。先生が不幸で僕は嬉しい。私も嬉しい。しかも石を使うのに普通に野生にいますからね、スコビラン。ペパーも野生で捕まえたって言ってますし、野生で出現してくれるので、炎テラスの用意が簡単でいいです。確かに対戦的にはメリットではあります。ストーリー攻略中でも草と炎の打点を持っているので、クワ様を選んだ場合の補完としては優秀です。草炎というのは現状固有タイプで、スコビランの登場で草は全ての複合が存在するタイプとなりました。そういった記念すべきタイプであり、耐性的にも結構優秀な部類ですね。炎単と比べベルト半減できるタイプが減ってるんで、草カスが足を引っ張ってますよ。いや、炎のせいで草なのに水地面が等倍になってるんだぞ。草だけど炎、氷、虫が抜群じゃない、炎だけど水地面が抜群じゃないという見方もできますけどね。とはいえ耐久は貧弱なので、耐性はさほど重要ではないのかもしれません。他のステータスは中途半端な素早さと、そして両刀という配分になっており、第三世代のポケモンみたいな数値をしています。序盤から出てくる草タイプの一般ポケモンという息を出ないですよね、正直。いや、唯一無二の炎タイプアタッカーだぞ。こればっかりは炎信者の言い分が正しいと思います。ステータスだけ見れば不遇と言われてもおかしくない配分ですが、特性込みなら唯一無二と言って差し支えありません。要力素か？分かってんじゃん。今まで晴れ中に素早さを上げられる炎タイプはいませんでしたからね。スコビランは特殊な炎技を一通り覚えますし、晴れと一致テラスタルの補正があればタイプ相性を超越した火力を上から叩き込むことができます。草タイプだってソーラービームの恩恵がありますよ。草って時点で話になんねえよ。要力素の草タイプであればスコビランより速くて火力のあるポケモンもいますから、あまり貴重ではありません。あえて言うなら、攻撃種族値は要力素持ちの中ではリーフィアに続いて2位の高さを持っていますけど、物理のタイプ一致技が種爆弾、種マシンガンと炎の牙くらいしかないので、特殊メインにならざるを得ません。それでも何か物理技を採用するなら、個人的にはジダンダが面白いかなと思います。炎技がもらい火のポケモンに受けられた場合でも、ジダンダの補正条件を満たせますから、相手の想定外の切り返しが可能です。もらい火は最強の炎タイプを無効化できる最強の特性ですからね。対策は必須です。最強のタイプなのに無効化されるんか。令和の矛盾として界隈では有名。そもそももらい火のポケモンと別の特性の方が採用率高そう。ソーブレイズはシーズンにもよりますが、ややもらい火優勢か半々といったところで、ウィンディとグレンアルマは別の特性の方が多いです。まあ正直、ジダンダが生きる状況って限られますし、打ち分けできる道具を持っているということなんで、それなら草技やテラバースと不意打ち対策の変化技で鬼火か宿り木の種、成長でも覚えさせた方がいい気がします。打ち分けできないこだわりメガネなら、タイプ相性を無視してゴリ押せる炎技だけでもいいです。ここまで炎が軸のように話してますけど、そもそも葉緑素という土台が草タイプの要素であることを忘れないでください。別に草の特権ってわけでもないだろう。植物が光合成をするのは葉緑素のおかげだって理科で習っただろう。実際特性が葉緑素のポケモンは今のところ全て草タイプではありますね。ただここまでスコビランには葉緑素の晴れアタッカーという道しかないような語りをしてきましたけど、今は使いにくいと思います。パラドックスポケモンが使えるようになってからは、晴れの恩恵を受けられる特性に古代活性が加わりました。古代活性で素早さが上がる場合の補正は 1.5 倍で、葉緑素は2倍なんで倍率は葉緑素の方が高いんですが、パラドックスポケモンとスコビランでは元のステータスに雲泥の差があります。仮にスコビランが最速でも、最速のトドロク付き、羽ばたく雷なら純速でも、素早さが上がれば
ればスコビランを抜けますし、そもそもハレエースとしてスコビランを使う場合、火力特化の控えめ、さらに言えばスカーフサーフ号抜き程度に素早さを落としていても不思議ではないので、スコビランのハレ揚力差というのは絶対的な素早さではありません。現にパラドックスポケモンが解禁されたシーズン3から特性の採用率はムラッケに逆転されています。ガチで草いらないじゃん。いや、ムラッケ型でやっていけるのは草の要素が大きいだろ。これは草の言い分も正しいと思いますね。ムラッケというと鬼氷がいますが、スコビランと比べるとやや素早くて耐久もありますし、絶対レイドによる強制突破も狙えるので、パッと見鬼氷の優勢のような気もしますが、スコビランはネオハルや宿り木の種で身代わり分の HP を取り戻せるので、ハメ性能は鬼氷以上になります。ネオハルも宿り木も草タイプの技だよな。ネオハルは相手に依存せず回復できますし、食べ残しと合わせて守るを挟めばちょうど HP が4分の1回復するので、身代わりを PP の許す限り使えます。何より吹き飛ばし等の交代技が効かなくなるというのが、居座ることで強くなり続けるムラッケと相性がいいです。宿り木の種は相手にもダメージを与えられますし、スコビランは HP が低いので、相手によっては宿り木の種と食べ残しだけで守るを挟まなくても身代わり分の HP を回復できたりはします。反面、外す可能性と効かない相手が存在するんですが、効かない相手の代表である草タイプとサーフ号に対しては炎技が有効なので、非常によくできたポケモンだと思います。やっぱり炎なんだよな。炎打点があるからチマチマした陰キャ戦法ができるんだぞ。攻撃は別に炎技じゃなくたっていいだろう。回復技次第でしょう。宿り木の種なら無効化してくるポケモンに対して有効な炎技、癖のない火炎放射も候補になってきますが、ネオハルなら無効化されないので、ムラッケと相性のいいテラバーストでいいと思います。ガチで炎いらないじゃん。攻撃技の中では火炎放射の採用率が常にトップだし、世間は炎を必要としてるぞ。揚力素型の分政治を稼ぎやすいだけだろ。今のところ草も炎も五分五分って感じですかね。何言ってるんですか。炎の圧倒的優勢ですよ。おめえが何言ってんだ。はぁ、もう疲れたのでこの戦いに終止符を打ちますが、専用技のハバネロエキスが草タイプの技なので、スコビランは草タイプですよ。な技あったか。都合の悪い事実から目を背けるな。カプサイジから進化するときに覚える技ですから、スコビランの状態でしか捕まえないなら認識していないのもわからなくないです。それにシングルだと使い道ないですからね。モノマネハーブを持たせていればスコビランの攻撃を上げられますよ。ハレ成長でも攻撃を2段階上げられますし、そもそも先ほど話した通り物理技が貧弱なんで、攻撃を上げる意味は薄いです。ハバネロエキスは相手の攻撃が上がり防御が下がるので、イカ様への影響は大きいですが、スコビランはイカ様を覚えません。つまりダブル向けの技であり、そのダブルでも癖強めの技ではあるので、構築を選ぶとは思いますけど、この際性能なんてどうでもいいですよ。専用技が草ならそれは草タイプのポケモンでしょう。専用技理論はボルケニオンで崩壊してるぞ。ボルケニオンの時は伏せましたけど、専用技のタイプイコールそのポケモンのタイプとなるなら、ペン立て時点のカジルガメは悪タイプになっちゃいますからね。先生は炎バカの肩を持つんですか。いいえ、先生がダメだった専用技理論を通されるのは尺なので、否定したいだけです。ゴミだ。多分カプカイジの時は炎タイプじゃないんだろうけど。多分じゃないぞ。炎の石により力を賜ることによって炎神へと昇華してるんだ。現に進化時に火炎放射を覚える。進化技認識してるじゃねえか。その話はもう終わってる。進化時に草と炎両方の技を覚えるので、まだイーブンです。しょうがないですね。本当はバカっぽくて言いたくなかったんですが、この際仕方がありません。参りましたって神戸を垂れるのか。黙れカス。スコビランはほぼ緑色です。赤色は全体の2割程度しかありません。外見的特徴からして草タイプが死体以外ありえませんよ。緑が草で赤が炎なんて偏見でしかないだろう。いや、緑が草で赤が炎というのは初代からの常識です。おいおい、先生は解雇中だからな。ちなみにスコビランの色違いは上半身が黄色、下半身が青になるので、第一世代のゴンゲですね。あ、それはどうでもいいです。そもそもスコビランはハバネロポケモン。ハバネロはどうあがいても植物。草が中核にあるってのは間違いないだろう。ふん、土台が草だというのは誠に遺憾ながら、進化前のカプガイジのことも踏まえて認めざるを得ない。だけど重要なのはスコビランが炎と草どちらの意思で動いているかというところだ。つまりどっちの頭が主導権を持っているのか、これではっきりする。往生際バリー。どちらの頭が主導権を握っているのかというのは判断が難しいですよ。他の多頭ポケモンであれば図鑑内でそれぞれに意思があるとか、仲が悪いとかで対等な関係なのか、あるいは片方の脳みそが小さいとか、頭の形をしているだけで脳みそがないとか、何らかの序列を示す説明がありますけど、スコビランはレッドヘッドが辛みを炎に変換していて、グリーンヘッドは辛さで脳が決まってるって説明しかありませんからね。答え出てるじゃないですか。あ？脳があると明言されているのは緑の方だけです。赤は説明文的に炎を生み出す器官ということしかわかりません。サザンドラと同じで頭の形をしているだけという可能性も高いです。テラッサルジュエルも緑の方につきますし、緑が本体ですよ。終わりましたね。いや。
僕は折れてませんよ。テラスタイプは炎が多いですし、それも葉緑素型のおかげで数字を稼ぎやすいだけだぞ。どんな理由でも炎タイプの技、そして炎テラスタルが多いってことは、世間はスコビランを炎タイプとして扱っているわけだし、炎タイプとして活躍しているスコビランが多い。つまりスコビランは炎主体のポケモンだ。世間の使用率なんて関係ないだろ。ここまでの話の流れからして明らかに草タイプありきのポケモンなんだから草が主体だ。では先生が最終的なジャッジを下しますが、草の勝ちです。当然の結果。はあ、すまんねー。言ってもわからないバカばっか。この空間が世間から見たらマイノリティだって認識しろよ。統計的な数値は炎かもしれないけど、話の流れ的に無理だったろ。まあ、どんな内容だったとしても先生は草としか答えられなかったですけどね。はあ、だって次草対水という話をした場合に先生が勝てばこういう序列になるじゃないですか。いや、なったとしてもボルケニオンの剣があるので、こういう三すくみの形では。そもそも草対水で先生が勝てると思ってんのか。うぬぼれるなよ。結局自分の威厳を取り戻したかっただけか。もともと威厳なんてねえけど、先生なんてクラスカースト最下位ですよ。現実見ろよ、アホクサ。付き合いきれんわ。随分辛口な集中砲火ですね、スコビランだけに。